東に300余りの庇をさせて、芝を陸ぶるよすだとす。小地は州なければ心を慰むるに触りなす。帰りさには檻につけつつ、桜を刈り、もみじを求め、わらびを織り、好みを広いて、かつは仏に立て祭り、かつは家ずととす。もし夜静かなれば、窓の月に個人を忍び、猿の声に袖を潤す。草むらの蛍は遠く牧のかがり火に曲がり、暁の雨はおのずから木の葉吹く嵐に見たり、山鳥の捕虜と鳴くを聞きても、父か母かと疑う。峰の稼ぎの近くなれたりにつけても、世に遠ざかるほどを知る。子同士に養子出れば、願わず、わしらず、ただ静かなるを望みとし、憂いなきを楽しみとす。それ三昧は、ただ心一つなり。心もし安からずは、増目失神もよしなく、宮殿楼閣も望みなす。そして後半は、家の中の人について読みたいと思います。ここに出てくるのは若い修行僧で、まあ、自分はやりたいことがある、でも親の面倒を見なければいけない、親は年老いている、自分は一人っ子だ、でもやりたいことがある、どうすればいいですかと道元宗師に、道元禅師に問うたところ、このようなお答えをいただきました。というのを別のお弟子さんが書き留めたものなので、正法眼蔵随文記、聞いて書きました。随文記です。寺社絵帳編、正法眼蔵随文記。僧の曰く、それはし、老母現在せり、我すなわち一心なり、ひとえにそれがしが口によって吐生す。御内ことに不可し、ゆえに世に従う人に従って他の恩力をもって母の栄養にあつ。我もしとんせろを拒せば一日の活命も存じがたし、これによって世間にあって一向仏道にいらざらんことも敵ととなり、もしただ捨てて道にいるべき道にあらば、その旨いかなるべきと。示していわく、このこと何時なり、他の計らんにあらず、自らよくよく私有して、まことに仏道に志しあらば、いかなる支度方便をも案じて、母の安堵活命も支度して仏道にいるは、両方ともに良きことなり。せちに思うことは、強き敵、深きも重き宝なれども、せちに思う心深ければ、必ず方便を入れくるようあるべし。これ、天地全人の名画もありて、必ず上ずるものなり。もし根性を捨て仏道に入りたらば、老母はたとえがししとも一死を許して道にいらしめたる功徳、兄徳道の良縁にあらざらになる。もっとも皇后多少にも捨てがたき女になれども、根性に人参を受けて仏教に会えるとき捨てたらば、真実法門の通り何ぞ仏意にかなわざらん。一子出家すれば七世の部も徳道士と見えたり、何度一世の浮世の身をもって要望安楽の院を虚しく過ごさんや。これらをよくよく自ら図ろうべし。ありがとうございました。